皆さんこんにちは。情熱で奇跡の成長を導く、日本で唯一売り上げを上げるチームビルディングコンサルタントの岩見です。今日のお話はですね、組織づくりの前提の前提という話をしたいというふうに思います。この組織づくりについて、考えるべき、前提ですね、当たり前のことかもしれないんですけれども、もう一度押さえておきたいことです。それはですね、人はそれぞれ違うというポイントですね。まあ、当たり前かもしれないんですけれども、すべての話は人はそれぞれ違うっていうところからスタートしないといけないし、スタートすると実は他の話、他の取り組み、他の考え方に影響を及ぼすことになります。なので人はそれぞれ違うっていう前提で、組織づくりを始めるということが大事なことなんですよね。これが人はそれぞれ違うっていうことがあまり分かってないと人は悩むかなというふうに思います。まあ、人はそれぞれ違うので、持っている答えとか考えていることは違うし、感じることが違うということが前提になって組織づくりが行われるということですね。まあ、これは組織づくりという言い方をしてますけれども、まあ、コミュニティとかそういうものもそういうことが前提で作られているとか作っていくという話になります。なので人はそれぞれ違うので、このだから何に向かって話をするのか、どういうことについて話をするのかという方向を共通に持っていかないと話がまとまらないということが起こるんですよね。まあ、というようなことで、人はそれぞれ違うということをベースに考えていくと、どういう順番で何が必要でどんなことをやっていけばいいかということが、まあ、見えてくるんじゃないかなというふうに思います。ぜひですね、この前提の前提を覚えていただきたいというふうに思っています。いかがだったでしょうか。情熱で奇跡の成長を導く、日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングコンサルタントの岩見がお伝えしました。ありがとうございました。